はい、それではムソルグスキー萩山の一夜番外編の解説を始めていきたいと思います。番外編は前回もお伝えしましたように195小節目から199小節目までの5小節間を、実際の楽譜を交えて、ポジションを解説していきたいと思います。それでは楽譜を、早速ご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、それでは早速こちらの楽譜をご覧いただきたいと思います。まず最初195小節目からなんですけれども、まず最初は、1拍目から3拍目まではもう第1ポジションでまとめて取ることができます。で、最初のゲスト、アスを1-4、そして、2拍目の、アーとハーを、開放を使って0-1-0-1で、そのまま、ポジションは変えずに2-4-2-4という形で、正とデスを取ります。はい、で、ここまで、第1ポジションでまとめて、取るようにしてください。はい、そして、次の4拍目からは D 線に移動します。で、そこからはもうすべてここまあ書いてありますように、この D 線1本で C まで上がっていくっていう形になります。はい、でポジションもまあ1-4-1-4で、次のゲストアスもここはもう必ず1-4-1-4というふうに同じ D 線でまとめて取るようにしまして、で最後だけ1-2ってなってますけれども、ここは最後のこの第5ポジションに移るために、C にスムーズに弾くためにここだけ 1-2 という形にしています。で、その前は 1-4 というふうに取りまして、で 1-4-1-2 で4のままそのままグリッサンドをして、アーセンの隣のツェにオクターブ下のツェに移っていただくということになります。はい、そして続きまして197小節目なんですけれども、最初2拍間だけアーセン1本で取るようにします。で 1-4-1-4 で、その次のデスとエスも 1-4-1-4 というふうに取ります。はい、でこのデスとエスももう必ず、アーセンで第2第3の中間ポジションで、取っていただきたいと思います。はい、で3拍目なんですけど、ここは第1ポジションに移ります。はい、で最初のフェス、F とゲスを2-4で、次を F と R を2-1という形でこう取ると、まとめて取ることができます。で、ここだけ唯一、異弦をしないといけないんですけれども、まあ、かなりちょっとこのテンポの速い中、異弦するってのはかなり難しくなるんですけれども、ここはもう、ポジションを、なるべく最小限に、動かすことを優先しまして、で、この2-4-2-1で、この第1ポジションでまとめて、取っていただきたいと思います。はい。そして、4拍目からは、ゲーセン1本で、もう最後までまとめて取ることになります。で、第2ポジションで1-4-1-4。で、次もデスとエスを1-4と取りまして、で、ここだけフェスになるんですけれども、ここはもう、ポジションを跳躍していただいて、1-4という形で同じ1-4-1-4で、まとめて取っていただきたいと思います。はい。で、この、ナチュラルの表記なんですけれども、ちょっと判別がしづらいので、あえて手書きにしております。で、この F からのこのポジションなんですけども、二通り書いてありまして、で、親指ポジションを使える方はもう0-2-0-2-3って形で、もう、セミクロマティックの形でまとめて、取ることができます。で、取れない方の場合は、まあ、最初第6ポジションで1-3と取りまして、で、次のを、まあ、ちょっと強引になってしまうんですけれども、1-2-3って形で、まとめて、ここを、第6、第7の中間ポジションで2-3って形で、取っていただきたいと思います。はい。で、テンポが速いと、この、その前のフェスからのこの4からの親指ポジションの移動がかなり厳しくなる部分あるんですけれども、その場合はこの、使わない形と併用していただいて、最初の、半拍間だけを1-3という形で取りまして、で、その後裏拍になったところを親指ポジションで1-3で0-2-3という形で、取る方法もありますので、まあ、うまく併用してやっていただいても結構です。はい。で、このグリッサンドは、アスからゲーセン1本でもまとめて取ることができますので、そのまま、移動、異弦はせずに、もう、ゲーセン1本でグリッサンドをしていただきたいと思います。はい。で、最後なんですけれども、ここは、もう第2ポジションで1-4-1-4。で、次も、まあ、ベーンからのグリッサンドを、D 線で取るということがありますので、ここは、まあ、あえて、アー線で取るという形になります。はい。で、1-4と取りまして、で、月だけなんですけれども、裏拍2に移動しまして、で、ここを、第3ポジションで取っていただきまして、2-1。そして、最後を、D 線で、4で取りまして、ベーからグリッサンドをして、で、A セパで移って、グリッサンドをしていただくという形になります。はい、いかがでしたでしょうか。ポジションをなるべく少なく、そして効率良いポジション移動を説明させていただきました。はい、これ以外にも、まあ、様々な取り方はあるんですけれども、まあ、今回の解説は、まあ、一例として、まあ、参考にしていただけたらと思います。はい。
番外編の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。